今日はちょっとカスタムっていうとこ見てるんですけど、おすすめパック、腕、腹、足で分かれてて、ヨガもあって、一つ一つがこうチップになってて、ベストスコアもあって、それをパックとしてやれて、分からない人はここから選ぶって、最高じゃないですかこれ。もうで、ここでなんでこの写真をすごい撮りやすくなってるかって、これ多分送るんじゃない、任天堂に。だからなんか来るんじゃないと思いますね。違うんかな、ちょっと待って、あれ、二の腕の方をちょっと一回試していきたいと思うんですけど、今のできた？あれ、なんか毎回変わるんか、なんか毎回変わるんやこれ、ほら。まあいいや、これでまあいろいろな二の腕の効果があるものがあるんやんな。で、入れ替えるってやって、これ一個ずつもこう入れ替えられるっていうことで、このおすすめパックっていうのもランダムというのを今初めて分かりましたね。で、これ戻ってこっからスタートってやるってことですよね。ダイナミックネクストストレッチ、これを一回飛ばします。で、アームツイストいきましょう。アームツイスト、なるべくしっかり両腕をひねろう。1、2、1、2、1、2、1、はい、1、2、1、肩を使わず手首だけひねっても大丈夫。2、あと半分、あと20回。1、2、1、2、1、あと10回。1、2、あと5回。はい、1、よし、気は抜かないで。これさ、持ってる方の手だけめっちゃきついって大丈夫、合ってる？普通はモタンとやるやつかってことと、あとロボットなのね、あれ。やっぱロボットじゃない方がいいね、あれ。トライセプス、さあ行くよ。リングコーンを持っていない手は膝の上に置こう。もっとしっかりリングコーンを上げよう。いい感じ。よしよし、すごい。いいよ、ナイス。いいね、あと5回。いいよ、よし、あと3回。 OK、 いい動き。よしよし、ラスト1回。 OK、よし、左右を入れ替えよう。さあ行くよ。グリップをなるべく強く握り込もう。 OK、 キレッキレ。 OK、 いいよ。あと5回。 OK、 その調子。よし、あと3回。いいね、素晴らしい。よしよし、完璧。ラスト1回。よっしゃ、最高だったよ。3個言いたいことできたんですけど、1個目がこれ、女性も同じ重さのリングでやって辛くないんかって、2個目がトライセプスって箱に書いてあったやつこれやったんやっていうのね。3個目は忘れたな。今3個目思い出したんですけど、左側の人をゆっくりやってたじゃないですか、さっきのトライセプス。それ早くやらな100点取れんかったっていうところの、どうなの。背筋の
の強化にいい運動かも。その調子。ナイス。ナイス。いい感じ。グレイト、エクセレント、びっくり、さすが、ファンタスティック、ナイス。途中のやつトランフォーマーゴールいけるんかな。昨日もこれはやったんですけどね。あかん、スクワットは取らなかった。二の腕をすっきりさせたい人におすすめ。膝は前に出さずにもっと腰を落とそう。うまく動かないときはプラスボタンを押そう。よし動こう。膝は前に出さずにもっと腰を落とそう。うまく動かないときはプラスボタンを押そう。あと5回。あと3回。ラスト1回。ナイス。よし、気は抜かないで。点数低すぎ。痛いね。膝が痛いからこれダメです。これは。ステップアップ。全然点数上がらんで、ノーステップアップ。わからなかった、なんでか。なるべく元気よく、しっかり動こう。ワン、ツー、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 ワン。リズムに乗ってダイナミックに動こう。ツー、ワン、ツー、あと半分、あと20回。ツー、ワン、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 あと10回。ワン、ツー、ワン、ツー、あと5回。ワン、ツー、ワン、よくやりきったね。ジムでもあんなのやったことない、あんな速いのやったことないです。ヨガいいね。英雄2のポーズ。ゆっくりひねろう。ゆっくり戻そう。腰を落とした状態をしっかりキープしよう。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりひねろう。前の膝が内側に入らないよう注意しよう。最高だったよ。これはなんで右手と左手バレてるんや。こ
これはマイクちょっと一回どかしなと俺がどきます。折りたたむポーズ。ゆっくり倒そう。お手本の速さに合わせて。腰の高さは左右同じになるように。もう少しゆっくり動こう。ちょっと動きが速いよ。ゆっくり倒そう。お手本の速さに合わせて。ちょっと動きが速いよ。もう少しゆっくり動こう。お手本の速さに合わせて。もう少し。よし、気は抜かないで。ちょっと伝えら最後の最後であれなん早っと思って俺の腰の曲がり。あれ俺が悪かったかな今の。それではスタティックストレッチ。はい、ありがとうございました。こんな感じでカスタムをやって、これ毎日ストーリーをクリアしてもできるんやなってことが分かりました。17キロカロリーしか。やばいな。もうこういう意識づけがいいんですよね。そしたらご飯の食事もちゃんとしようと思いますよね。ちゃんと抑えようと思いますよね。カロリーをね。ああ、砂糖入れちゃったな、今日コーヒーに。ありがとうございます。じゃあ、次は、なんやろう。まあ、このながらモードをやってからストーリー、アドベンチャーに戻っていきたいと思います。ストーリーじゃないね、アドベンチャー。